はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋隆子です。本日のテーマは、50歳を過ぎて何も取り柄がないと思っているあなたが夢を叶えるために必要なことをお伝えしていきたいと思います。あのー、まあ、ご相談をされる中の種類でですね、す、え、で、ー、にもう教室もやっていて、さらに授業を伸ばすために、 というまあリブランンディングですね、まあ、どちらかというと私その領域が得意なんですけれどもそのさらに発展させるためのお悩み相談っていう方がまあ今私のところに来ている方多いんですけれどもあの少しあのたまにちょっとね変わった領域で来る場合にはそのはっきりした目標とかがあるわけではなく 私、何も取り柄がないんですけれども、教室の先生になりたい。夢を叶えたいと思っています。こんな私でも何かできることあるでしょうかみたいなご質問とかをいただくケースとかがあるんですよ。つまり、えー、自分は教室の先生になりたかったという夢を叶えたい。だけれども、自分には何の取り柄もないんです。という私に、 何かできるでしょうかっていうまあそういうご質問なんですけどねまあ,あのもしかしたらこの動画を聞いてくださっている方にも同じような思いを持って私だったら何て答えるんだろうっていう答えを期待している方いらっしゃると思うんですよ。<laughs> まあ,あのお答えはしていきますよもちろんね。あのここののタイプの方にに、は、必要なことままず3つありますよっていう,ふうに お伝えしたいと思ってますので、えー、そちらを、えー、とまとめてねお話をしていきたいと思いますはいではね問題に入りたいと思います50歳を過ぎて何も取り柄がないと思っているあなたが夢を叶えるために必要なことはいずばりいきます一、はい、つ目、えー、自分自分再発見を諦めない2つ目人生をかける覚悟があるか三つ目 ビジネスの基本を知る、これがあのこのタイプのご質問をされる方に必要なこととして私がお答えしたい内容です。えー、一つ一つ解説をしていきたいと思います。まずあの今回の場合のね夢を叶えるためにっていう夢っていうのが、えー、私のところにいらっしゃる方が、まあ、教室を開業したい方、内緒は開業してるけれども、さらにもっとビジネス的に発展したい方。 という方が多いんですはいなのでまああの夢っていうのが一応それだという前提でね、まあ、お話をしていくんですけれどもあのまず一つ目ですねえっ、ー、と自分再発見は諦めないっていうことはやっぱりお伝えしたいんですよあのー、何も取り柄がないと自分で言ってしまうというのは、えー、お仕事を作っていこうという身からするとですね 最低でも自分の魅力は自分で見つけようようなんです。まず、第一前提として。あのー、自分が自分でいいところが見つからないと思っている人から何かを習いたいと思う人がいると思いますかという話なんですよね。うん。例えば、まあ、二人の先生がいたとしますよね。 で、ほぼ教える講座の内容は、なんか見た目よくわかんないけど変わらなさそう。っていう時に、あの、すごい自信を持っている先生と、自信がないけどなんとかやってますっていう弱々しい感じのタイプの先生だったとしたら、どちらに習いに行くかっていう話なんですよね。自信持ってる先生の方がいいじゃないですか。その実力がうんぬんとかは、 やってみないいとわかからないからななのであの A と B っていうかねどちらがいいかっていう話になるときにはそれは自信を持ってる先生の方がいいわけですよ。ということは最低でも自分は自分のことを好きでないとダメなんですよ。で自分が自分のことを好きであるためには自分を少なくとも 何かしらいいとこ自分で自分が褒められるところは最低でも見つけなくちゃいけないんですよそれがお仕事的に通用するっていうレベルでずーっと過去に遡っても構いません技術とかだけじゃなくて性格とかでも構わないからうーんじゃあ例えば笑顔はどの教室の先生よりも負けませんみたいなこととかだったりする 技術じゃないところとかってあるとするとそういう話だってあってもいいじゃないですかこれが本当かどうかは知りませんよ知りませんけどでもその内容がいいかどうかを判断するのって結局お客様なんですよねだからそれを判断してもらうための最低でも自分が見つけている自分の PR 点はやはり伝えていく必要があるんですよだからそれを 自分が何も取り合いがないけど、こんな私でもできますかっていう質問に関しては、やっぱり、あの、甘いなというふうに思います、個人的にうん。だって自分がね、それによってお金をいただこうとするわけじゃないですか。最低でも自分の得意は自分で PR できないと、 相手に当たり前ですけど伝わらないですよねそれを放棄してしまうっていうこと自体がやっぱりこう取り組む姿勢としてはちょっと怠慢怠けてるんじゃないかなと思うんですで第三者の目が欲しいっていう時にはまず自分が自分の掘り下げを徹底的にやっておきますで私ここが得意ですと知っておきます その上で総合的に判断できる第三者に尋ねて私の得意はどこだと思いますか私の特徴はどこだと思いますか PR のポイントはどこだと思いますかと聞いたら初めてそこで答えが違うかどうかっていう一緒だったら後押しもらったようなものじゃないですか違う場合には違ってしまうんですよねで違うことってあるんですだから人の目って必要なんですよ あの、私が実際にパン教室をやってで、それからコンサルタントに移行してるんですけど、そもそもパン教室はコンサルタントになるためにもともとは作ってる教室です。教室の先生をやってる時には全力でパンを教えてます。だけれども、あの、パンとかね、その教室の先生がどういう時間割で動いていて、 で、まあ突然レシピもね、私も,も作ってますけれどもね、毎月ね。で、それをあと SNS でどう発信してっていうのを自分でまずはやってみるっていうのが必要だったんで、それでまずやってるんですよ。で、その後、まあコンサルになるということで。で、なるときに、まあ私のコンサルタントの先生にわ、私自身が把握してる自分の特徴っていうのは、あのー、まあ女性で、 営業職をずっっとやてててきていてでデザインとかもできてという教室のコンサルタント当時そこまでもちろん人数も多くなかったしあのデザインと経営の方を両方教えられる人ってほぼいなかった今でもそんな合わないですね男性でデザインできる人も,もちろんいるんだけれども私の領域ほどまではカバーしてないですねはいだからうーん その特徴とね種類が違うんでしょうけど私はそれが特徴だと思ったのとあと営業職だったから割とタフなマインドを持ってるんですよなのでマインドセットあとマインドブロックを解除するとか、まあ、そこをフォローしていく話ができるっていうのも一つ特徴かなというふうには自分で分析してましたでコンサルタントに聞いたら私の特徴は 0−1 を作れる力があるということ営業職だったからしかも新規事業部だったのでね であと、女性であることって言われました。それ私の盲点だったんですけど、自分が女性だったんで、あのー、コンサルタントは当時ね、男性がほとんどだったんですよ。コンサルタントと名乗る人が。女性っていうだけでも珍しいと思うっていうふうに言われました。あと、営業の実務経験があること。営業を実際に現場でちゃんと売っている経験がある。ウェブだけじゃなくて、本当に実務で、 現場で足使って打ったことがあるってこの経験が大きいって言われましたで私が得意とする領域で合ってるところは合ってたんですけど2人の目から見るとまた違う側面が見えたんですよねでさらにそれをまあ自分の中で落とし込んであそうなんだって分かって特徴としてもちろん打ち出しますそうすると集まってくる方が またなんで私を選んでくれたのかを聞いているうちにまたいろいろな点が分かってくるんですよね。やっぱ一気通貫で全てを一度一か所で教えてもらえるからっていう理由を言うこともあったしあとはやっぱりデザイン面とかセンスとか男性のコンサルタントだけだと不安だから一緒に見てもらえるのはありがたいっていう話とかあとはそもそも、あのー、ガツガツしすぎていなくてあガツガツはもちろんしてるとこはしてますよ。 が典型レガントって言ってて言るぐららいですからそれが何かお金のためお金のためってギスギス感がなくて他にも多趣味でそれこそサックスやったり写真やったりあちこち行って旅行券セミナーやったりとかっていう本当にやりたいことをやりたいようにやってる自由にできている姿に憧れるっていう憧れから。 来るようなケースとか。だから、それは日々の私の発信が楽しそうな発信になってるから、ということでファンがついていてっていう理由はちゃんとあるんですけどね。でそういう理由がちゃんとだんだん見えてくるんですよ。だから、あの自分で自分の取り柄は分かってます。まずは。だけど、第三者の目。あとは、ちゃんとお客様が目の前に現れた時に自分が選ばれた理由っていうのは絶対に聞いといてほしいんですよね。そうすると、何かが、 特徴でで当然選ばれていいるるととうことになるのでそのスタート地点での自分が何者で何ができる人なのか誰にとってとかこのあたりはやっぱりねあのアドバイス受ける前にどうしても押さえてほしいことなんであの3番でねまたビジネスの基本を知るっていうところでまた言いますけれどもあの自己自分再発見これはやっぱり最低限ねやってほしいんですよ夢を叶えたか。 これが一つ目です。二つ目、人生をかける覚悟があるかっていう話です。これ前提がね、50歳を過ぎてというふうに言ってあります。50歳過ぎると、結構その先み短いっていうか、まあ、人生ね、100年時代っていうところから言うとちょうど半分なのかもしれないですけど、一般的な寿命80とか90、えー、頭も丈夫で足腰とかも傷んでない、健康寿命レベルで言うともっと短いはずなんですよ。 そうすると五十過ぎてる時点でチャレンジするっていう時に体力がない状態で三十とか四十の企業の人とはわけが違う体力で同じ土俵で戦わなくてはいけないんですよ。これ体力的な現実問題としてまず知っててほしいんですよ。夢を叶えるっていうことを全然否定しないです。何歳になったって夢は叶えられるし、私はいくつになってだって。 やり直しができるっていうことを断言してますからそれはできるんですだけれどもできるという状態を作るためにはその人が今までやってこなかったことをトライしないとできない可能性が高いんですよなぜならばですね今50であなたがね50で夢が叶えられていないということであれば 夢が叶わないような人生を送ってきたということになります。これちょっとシビアな現実ですよ。もう一度言います。今あなたが夢が叶ってないと自分が思うのであれば、夢を叶えるような行動を今の今まで過去の自分がやってきてないから夢が叶ってません。当たり前って言えば当たり前でしょ ところがそこをまず自覚する必要があるんですよ。今の現実を作っているのは過去の自分の思考と行動だったかということなんです。つまりその思考と行動が変わらない限りは未来ももれなく同じ未来が待ってるんですよ。じゃあ例えば SNS 苦手です嫌いですブログ月に一遍も書けばいい方です。 っていう思考を持ってたとしたら、これ、今の世の中の起業とか、あとは探してもらえるレベルからすると、圧倒的に量が少ないんですよ。特に起業初期の頃なんて、その人ができるかできないか知らないけど、あの、毎日書いてほしいんですよね、ぐらいになっちゃってるのが、今の世の中なんですよ。ってことはね、ギャップがありすぎるんですよ。顔出し嫌とかね。 いいですよ、出さなくたって。でも、お客様どっち信頼しますかっていうことです。猫の絵で上がってるサイトと、ちゃんと顔出ししてやってる先生のサイトだったら、値段一緒だったら顔出ししてる方が安心ですよ。猫の絵とか、ケーキの絵とか、そういうお菓子の絵とかじゃなくてですよ。だから、顔出しやって、あの、わかるんですけど、あの、気持ちはね、あの 分かるんですよ分かるけどビジネス的にはめちゃくちゃマイナスだっていうことも覚ししてほいんですよそしてその人の思考の方向の向き方は自分の方が可愛いですお客様のためにどうにかしてあげようという気持ちよりも自分の羞恥心とか自分のプライドとか自分の恥ずかしさとか全部ベクトルが自分に向いてるのでそういう人ってお客さんって 自分を大事にしない人だよねって、あの、無意識にちゃんと感じます。だから、集客できないんですよ。自分が主体だから、うん。で、それはやっぱ相手のことを思いやれば、素性が分かんない人より分かった方がいいですよねって思うんだったら、やっぱ顔出しした方がいいじゃないですか。で、それもなんか仏頂面のなんかね、なんかブーっとした顔とか、 なんかね、真面目すぎる顔とか、あとよく皆さん顔出したくないからって言って、こう割と斜め下向いてるようなところでなんかお菓子とかだったらなんかこうボールをシャカシャカやってるような顔とかね、あのそういう写真とか使う人いるんですけど、いやいいんですよ。いいんですけど、正面向いて笑顔の先生とどっちがいいですかっていうことです。印象的に。やっぱなんか信じらんないよねっていう、特にまあイラストよりはマシですけど、横向くっていうのは、うん シャイとかいうふうに理解してもいいですけど、やっぱり笑顔でこっち向いてくれてる先生の方が好印象ですよ。だから相手のことを思ってプロフィール写真とかって顔って出すんですよ。自分が恥ずかしいとか恥ずかしいとかじゃないんですよ。っていういろんな話です。いろんな話。で、まあこれちょっと今事例でね、わかりやすいから言ったんですけど、つまり今、 そういう夢が叶えられてない、教師の先生に慣れてないっていう理由は、あの、家計事情がいろいろあったにしてもですよ、そういう環境を作ったのは自分だっていうことをやっぱり自覚する必要があります。そして、そこから変えようとするわけじゃないですか、今度。今までと同じ思考、同じ行動では同じ結果しか起こらないんですよ。これ理解しておいてほしいんですよ。 あの、やりたいとか言いながらですね、これはどうですか、あれはどうですかって私が提案すると、いや、それは家族がなんとかでできないです。あ、それはお金がないからできないです。時間がないからできないですっていう、まあ、言い訳大魔人になるわけですよ。あの言い訳めっちゃくちゃ得意なんですよね、その領域の人って。できない理由を探すのがめっちゃくちゃ上手。それも、他の回答ってそんなに早く回答しないのに、できないことを言う時の回答のレスポンスの速さ。 機ですだからそのタイプの人ってずっと同じことを繰り返すだけなんですよね。ということはつまり2つ目に必要なのがね50歳を過ぎてて何も取り柄がないって言ってて夢を叶えたいって言っちゃってるというのが相当わがままなことを言っているんだっていうことはまず自覚してほしいんですよね。だから 今までの自分が今の自分を作ってるんですよ。夢を叶えられてない自分。ということは下手すると真逆なことをやっていかないと、夢って叶わないかもしれないんですよ。叶えたい最短最速は、もしかしたら今までと真逆のことをやっていくのが実は早いかもしれないです、はい。今までやってたことじゃないことを逆にしていくとね、考え方も含めてなんですけど。そうするとかなり人生を かける残りの人生を自分のねあのいろんなものをリソースを捧げる覚悟がないと多分夢って叶わないんですよ。うん、それはあのー、若い人って時間でどうにかするんだけど私たち50過ぎてる人ってもう時間がないんですよ追い先のところまで考えるとね。ということはその若い人がゆるりとやってる速度と全く同じ速度でやってたら。 あの探してもらえない教室が漏れなく出来上がっていっちゃうんですよねだからあのそういったねあの教室がある中で目立っていかないといけないから努力があの後から参入組はめちゃくちゃしないといけないんですよ。そこまでしてもあなたは夢を叶えとい,いう問いを言った時に黙る人は。 もしかしたら、過去ができてないから、今やらない方がいいかもしれないです。もうそれよりも何よりも、もう私は夢を叶えたいんですっていう情熱がないと、50からの企業は相当厳しいです。はい、あ,のあと、稼ぐっていう金額もね、人によって違うので、3万月稼ぎたい人とは30万稼ぎたい人では動きが全然違うし、10万稼ぎたい人と100万稼ぎたい人では全然動きが違うので。 その動きの内容によってはそんなに必死に頑張んなくて知り合いだけでぐるぐる回してればいいだけの教室を作ればいいだけなのであの儲かるとか儲かんないは再三度外視なのでそれは全然構わないと思います。はい。なので必要なのが2番目です。人生をかける覚悟はあるのかっていうことに目をかなえたかったらですよ。でそこで一番自覚しなくちゃいけないのは 今のあなたは過去のあなたの思考と行動が作ってるってこれ自覚しないと未来同じ未来が漏れなく訪れますはいこれが2つ目で3つ目です、えー、とビジネスの基本を知るっていう話なんですけどこれどういうことかっていうともうねあのー、一番の部分をさらに深掘りするとですね 得意がないと自分で言ってしまっている段階でビジネスをする資格がないレベルになっちゃうんですよ。若干厳しいことを言うとあのいろんな先生になるアプローチがあるんです。趣味から行って何か教えてほしいっていう言うから教えてたらあのどんどん皆さんが予約を入れてくるので何かやってるうちに教室を作ることになっちゃってみたいなそういう話もよくありますよ。その場合って、 大体その金額が安くてやっちゃってる、うん、要は原価レベル割り込まないレベルか下手すると割り込んでるかぐらいだけど要望を聞いてなんか集客できてる風な気持ちになっていたりするんですけどそれってまあある意味正しいかもしれないけどやっぱある意味間違ってますよね。うん 相手がいるからできるんですけど、相手の言うことに合わせすぎると、金額高くしていくことができないので、ずっと、あのー、安いブランドで働き続けることになっちゃうので、どういう人ね、最初からちゃんと集めるかって、これ案外重要だったりするんですよ。で、その際において、何も取り柄がないと思ってると自分で言ってしまう人は、あのー、 商売ってお金を払うわけじゃないですかお客様ってそれは自分の未来をこの人に託せば叶えてくれるかもしれないと思うから託すんですよで私が皆さん私に皆さんがコンサルを依頼するのは私の知恵をフル稼働で使ったらその人の今持ってる財産を使って最大限のパフォーマンスを出す一気に売り上げが上がるかもしれないんですけどそういうことだってできちゃう と思っているのであの、もちろんそういう値段もね、あの正規の値段だったらいただいてますし、あそういったね、あのタイプの、えー、そうですね、人たちに向かって、えー、いろいろね、お話とかもしていたりとかしているんですよ。だから、あのどう言えばいいのかな。えーっと あの取り柄が、ね、ないって言っちゃってる時点でお客様ってそういう人にお金を払うかどうかをちょっと考えてみてほしいんですよ。自分の未来を良くくしてくれるという確信を持つかからお金払ううわけじゃないいですかということはあなたの困りごとを助けるために私の知識を使ってくださいねということであれば何も得意がないならばやれないということになります。でであれば考え方は2つで 自分の中から、一つ目で、ね、自分の中から必死に自分のスキルを洗い直して、私のスキルは、私が経験している以下の経験しかしてない人、まあこれ、左尺っていうんですけど、経験してない人になら教えられるっていうことで、自分探しを超必死にやるパターンがその1です。そのには、えー、自分には本当に取り柄がないと思ってるんだったら、取り柄があるように講座かなんか習って、 になりますよね、でもこれって案外、まあ、や,れやれるようでやれてないなというふうに思うのが、まあ、スキルがね身につけたくって習いに行く、まあ、ディプロマとかの症状ももらうなんですけどきっとお客様はこういうのを望んでるに違いないと妄想が始まり何個も何個もはしごしてそして身にゅうならないみたいな結構この方もね多いんですよ。 でその人はだから本当にビジネスをやりたいのかっていうのをね考えなくちゃいけないなと思っていて趣味でいいじゃないっていうところの領域が別に私の中での一つの選択肢なんでねだからその得意じゃないって言ってる人にはお金は払わないでしょうとあなただって払わないでしょうっていうここを分かってほしいんですよね。 例えば教室集客の知識、私結構な年数分持ってるつもりです、それと、じゃあ、昨日コンサルタントになりましたっていうメンバー、うちのメンバーがいたとして、その人と私を比べたとして、で私は当然、領域がね、かなり広いわけじゃないですか。だからそれができるよっていうことになってるわけで、じゃあもう一人の人が、いや、私、ペペだから何もできませんって言ったら、どうやったって でお,お願いできないですよねだって放棄してるんだもん自分ができることをだから一番の自分再発見レベルはどんな仕事でも最低その仕事に携わる自分っていうことのねあの良さっていうのは常にブラッシュアップして自分が理解して伝え続けないといけないんですよじゃそれができないって言うんだったらまあ若干厳しいようだけれどもビジネスじゃなくて で趣味で楽しくやった方がいいいと思いますよお金の採算を全て考えなきゃいけないかっていうと別にそういうことでもないんですがそれなりの集客量がお金の採算が合うっていうことは必要になってくるのでその時に心折れずにいろんな施策ができるかどうかっていうところがポイントになるので「あの夢を叶える」って言葉ってめちゃくちゃ簡単なんですけど言葉自体は。 実際に動こうとすると、特に50を過ぎた方、今までそういう人生を選べなかった方が、唐突に何も取り柄もないのに起業したいっていうのは、まず無謀っていうことです。最低限自分は何が得意なのかは、自分がやってきたものから深掘りをする、そういうのを分かってくれる人に聞くっていうのがね、どうしても必要になると思います。自分が払うんですかっていう話です。 めちゃくちゃなんか自分の売り上げ伸ばしてくれそうなコンサルタントの先生と今日、ポットで,でコンサルになりました経験値も私より全然浅くて回答のバリエーションも多分少ないであろうという人を選ぶ理由があるとしたらちなみに何だと思いますこれはね、もうね人柄領域なんですよ。私より知識、技能がなくても 私じゃなくてその人の方がいいと思う人がそこに行きます。はい、だから選ばれる自分になるっていうことも結構必要なのでその観点からしても最低でも自分が自分を知ろう最低でも自分を発見しよう何もできない取り柄のない私って言った時点でゲームオーバーです。放棄してるのに等しいからここはやっぱりね気をつけてほしいなっていうふうに こ,こ数人なんかそんな質問してくる方が多かったんでお伝えしてみました。ということで、えー、まとめていきたいと思います。50歳を過ぎて何も取り柄がないと思っているあなたが夢を叶えるために必要なこと。1番、えー、自分自身の再発見を諦めない。2番、人生、自分の人生にかける覚悟。 3番、ビジネスの基本を知る。自分が買わないと思う商品は、人にも買われない可能性が高いです。なので、あの自分で自分の魅力を発見するのを放棄してしまうということは、それに等しいということになりますので、ぜひご注意をしてください。以上になります。それでは。